今日カラフトシシャモオスメス混合ということです。どっちがオスでメスなのかがわからないんで、こっちにちっちゃいの、こっちに大きいのを置きましてね、これでオスメスになってんのかなと、ちょっと食べてみると、まあ見た目でちっちゃい方と大きい方、大きいのが5尾あって、ちっちゃいのが4尾。これが北海道の本シシャモって言いまして、この上の3個がねメス、まだちょっと時期が早いから卵も小さいですからね。でこの下の3つ大きいのがオスですね。これね、あといつもの鶏皮、こうオスから食べて、ちっちゃいね、これね。ほら、こっちだ。こっち、こっち。ほら、これ。これがオスで、次にメスか、卵あんまり入ってないよ、ね、もう こんな感じだもんね、多分これは時期が早いんじゃないかなと思うんだけど、おいおいがちょっとシシャモクレーンになっちゃって、あ、うまいね、よし。なので、切ってみると。これは小餅じゃない。これも小餅じゃない。
うん、メスって書いてても子持ちとは限らないの？味はうまい。味はうまい。これワンカップのでかいのが通常サイズよりこっちの方が安く売ってたからこっちのでっかい方買ってきた。でかすぎる。これちょっとでかいな。わずかに子持ち入ってるんですけどね、卵がね。入ってない。これも入ってない。メスでも卵が入ってないシシャモがあるということか。うん、でもうまい。あとコメントでマヨネーズをかけると美味しいよっていう。マヨネーズ。マヨネーズと一味唐辛子。うまいに決まってるよ。、うん、あ、うまい。マヨネーズに一味。食べ、ほら、食べ。やっぱりこう調べてもメスの場合は卵が入ってるはずみたいですね。やっぱりね。でもこのオスメス混合で
ぱぐしゃっとこう入ってるパックに入ってたやつを買ってきたんですけど、207円で安いやつ安くて9尾入ってたね。1個も卵は入ってなかったですね、うん、やっぱり小餅を小餅って書いてるのを買わないと卵は入ってないのかもしれないですけどね。シシャモの卵は注入しているというのは都市伝説であるとかですよなんかネットに書いてある。注入はしてないみたいな。なるほどね、うん、今回のはアイスランド産のカラフトシシャモ、食べご飯。はい、食べなっちゃい。はい。やっぱり産卵時期の秋になると卵がパンパンに入ってますよ。それ以外の時期は少ないか入ってないかな。でシシャモが産卵するのが2年目だから、例えば1年目10センチぐらいのやつ、まあ今日食べたようなやつは、まあもしかすると1年目かもしれないですけど、1年目はまだ産卵とかに加わらない。で回遊して2年目に、産卵するらしいです。だからもしかしたらこれ1年目なのかもしれないですね、うん、なるほどね。あの本シシャモを食べたことはあるんですけど、でかいですよ、とにかく。あのオスはまあ細くて、メスはもうグーンとこうお腹もでかい感じでね。要はその本シシャモもカラフトシシャモもその2年目ね、2年目がその卵子持ちがあって、油も乗って美味しいとかね、そんな感じだと思うけどね。それと、オスの方が美味しいと。子持ちシシャモは人気だけど、子持ちじゃないオスの方が脂が乗って美味しいですよ。ああ、オスは安いんですけどね。このシシャモって言ってもね、カラフトシシャモより美味しいかっていうとそうでもないんですよ。普通です。同じぐらい。でカラフトシシャモのオスだったら脂が乗って、本シシャモよりも美味しいぐらい。うん、オスの方がね。だからそれは本シシャモが美味しいっていうもんじゃなくて、本シシャモっていう魚種種類なんです。カラフトシシャモとね、違うってだけで。本物とかそういうもんじゃない。本物っていう意味の本シシャモと違って。美味しいかちょっとそこまで美味しいもんでも
ないね。あのカラフトシシャモって十分ですよ、ね、で値段は10分の1だから値段はもうカラフトシシャモの方が10分の1ぐらいで、10分の1より安いか、うん、カラフトシシャモでいいやカラフトシシャモだけ食えればいいな。安いもん、今日だって200円で、でその前は半額で100円105円だった。